サッカー選手のトレーニングが変わる。キーワードは体内回帰と赤ちゃんの動き。走り方が、キックが、バランスが変わる。ウォーミングアップの仕方を変えるだけで選手の動きがみるみる良くなっていく。大阪桐蔭流サッカー体操、動作の隙間を埋める効率的身体操作。